げ。ハロー、皆さんこんにちは。トマパン園芸ナビゲーターコミです。東京もね、急に今日ね、雪って警報を朝見て、お昼から大雪がどんどん降ってきます。そしてベランダに出してる植物とか大急ぎで今避難させたんですが、足りないものがあったので、相変わらずですね、大型店、ダイソーのね、大型店に向かってちょっとね、急いで出かけてきました。早く戻って残りの植物たちを助けてあげたいと思います。うん、皆さんどうですか。もうエリアに場所によってはもう大雪、こんなの当たり前で大したことないって、もう雪対策されてる方もいらっしゃいますよね。東京はもう今初めてで、あと私雪弱いのでおたおたしてます。ではまた後でね、バーイ、行ってくるね。トマパン園芸。朝起きたら友人から、今日はね、東京も雪が降るよと連絡がありました。慌てた私は急いでベランダにまだたくさん出してある植物たちをどうしようか考えました。日照をね、確保するためにだいたい上の方、床置きするとね、日照がね、とても短くなってしまうので、空中にこのように吊るしたりして普段育てています。さて、どうしましょうか。小さくて狭いけれど軒があるので、その下にこの鉢もね、移動させれば雪が積もらないのではないかと期待して移動させてみました。とりあえず壁面に不織布をね、貼り付けてというか、つけてみました。どうでしょうか。これで雪が積もるというような心配はなくなるのではないでしょうか。トマパン園芸。どんどん雪がひどくなってきました。不織布を引いていないところはね、もう雪が積もってしまっています。大変です。先ほど不織布をね、引いた内側は安全に守られていました。トマパン園芸。玄関付近のオリーブの木の上にも雪が積もっていました。その下のセダム大丈夫でしょうか。セダムの鉢の上にも雪が積もっていましたので、慌てて溶けてみました。こちらは完全に雪にほんの数時間で埋もれてしまいました。どかしてみました。下にはね、エケベリアなど差し放題ちょっと入れておいたんですが、大変です。救い出してあげようと思います。トマパン園芸。もう雪どんどんひどいですね。ダイソーに着きました。ということで、お買い物してこようと思います。トマパン園芸。あんなに降っていた雪ももう止んでしまったようです。
ではこの動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねをしてお知らせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ブログやツイッターも書いていますので、よろしければそちらの方にも遊びにいらしてください。ではまた次の動画で皆様にお会いできるのをとっても楽しみにしてます。またね、バーイ。くまくまバーン。息が白いです。寒い。くまパン園芸。